バンバンバンの YouTube でポン。よっしゃ。さあ今日はマロニエル TV 同時視聴。さあそんなわけで、うん、フリア様がね、はい、もう絶賛レギュラー出演中。もう絶賛レギュラーですよ。4年レギュラーですかね。レギュラー出演中のマロニエル TV。レギュラーかどうかの問題が出てきますけど、なんかここ最近全然喋れてないっていう話を。全然喋れてないんですよ。ちょっと実際どれくらいのものなのか、うん、はい、なんか一緒に見ながらね、そうですね、検証していこうと思います、うん、私もあの勉強になりますんで、はい、見てる方も一緒にこうカウントと合わせて、はい、ご覧になって、我々と一緒に見てる気持ちになってお楽しみください。お願いします。今日見る、マロニエル TV は、はい、DB 芸人、うん、アクアマリン福島、はい、その1、そうですね、これを見ていこうと思っております、はい。オープニングも変わらんな、ずっと、ね、YouTube 専用ですよ、ね、あ、そっかそっかそっか、はい、ギャオとは違う、うん、あ、よいしょ安定の3人じゃないですか、うん、そう、やっぱこの3人がやっぱ一番落ち着いて見えるよ、まあ、言われますね、安定感がある、うん、のどぐろ、そう、なんでのどぐろって言ったの？前回のどぐろを食べたっていうのがあるんで、そののどぐろあるんですかって、はいはいはい、ベジータさんはもうスカイダイビングの趣味みたいな、スカイダイビングじゃないよ、スキューバダイビング、スキューバダイビング、スカイダイビング、空に、どっちかと空苦手だろう、ああ、そう、スカイダイビング、スカイダイビング、勤務じゃない、そう、これね、間違ったの、勤務じゃないよな、面白芸人っていうのを、うん、なんかめんどくせえなと思って説明が。勤務じゃないよな。なんかツッコミが甘いだな、から。いやいやいやつって。毎回これです。いやいやいやつって。甘いってやな。まあ広かったですよ。あ、うん、東北で一番大きな水族館、うん、すごい、うん、たまにこういうさ、あの地元の人がボケるパターンいっぱいあるよね、うん、あるある、この間はボケない人だな、ボケない。新テベニギス、いや全然わかんないことを言うんですよ、ドクターギャルみたいですよ、らしいですよ、はい、広告が入った、はい、広告を飛ばします。めちゃくちゃ綺麗な、すごいでしょ、めちゃくちゃ綺麗、いいな、こういうとこ行けて、うん、えい、そう、こういうショットを撮った時はみんな何してる、もうみんなこれ燃やしてる、塩目の大水槽さ、あ、ボケてんじゃん、ボケてんじゃん、ほらめっちゃボケてんじゃん、ボケだ、ちゃんとボケてんじゃん、ベジータも乗っかってちゃんと言葉もテロップが出てきた、ほら意外と喋ってんじゃん、それだけでも喋るってなるどうかと思いますけど、これ1回目この前にもロケあったんですよ、うんうん、自転車に乗る、その時全然喋ってないなと思ったんで、あちょっと頑張ってる動画ですね、あ
どね。ちょっと頑張ってるかい。ちゃんとしっかり説明を受けてますね、皆さん。なるほど、なるほど。まあ、基本ね、こう説明があるからね、こう水族館のね。これサザエさんだ。サザエさん。サザエさんを。いやもう思いついたらすぐ言ってる感じだよ、藤本もな。あ、ベジータか。ここでいいな、ここでもいいな。いやでも言うことがメタルイワシの群れ、なんだそれは。メタルクーラーのね。わかるわかるわかる。メタルクーラーの群れとかあなたが言った方がいいんじゃないですか。そうそう、だからね、先に言われて、そうそうじゃない、先に言われてね、頭がキュッてなるんですよ。メンバーと歩いてると。そうそう。人が一人だったらいますよ、それは。早いんですよ。メタルクーラーはやっぱあなたが言ってるんだ。まあ、でもメディカルマシーン1個出てるからな、今のところ。ワンポイントみたいな。ワンポイント取ってますよ。ワンポイントみたいな言い方。意味てえな。そう、緑の文字が何個出るか。意外と田島君よりこう喋ってるんじゃない？あ、そう？うん。この回は。お、お、いけいけいけ、いけいけいけ、これ、この吸盤ね。藤本が言った、うん、あ、いいですね、いいですね、セットソードのね、いいです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 ね、うん、さあ、ここでフリーザー、なんだよ、カットですね。言ったの、一応、一応言ったんだ。やったの、まあ、やった時に子供たちがわーって後ろから来て、あ、全カットになったんですよね。なるほど、なるほど、はい、じゃあやってないってことだね。やってない。ない感じでね。次行きましょうみたいになりました、ね、やってないんだね、うん、トラブルがね。お魚すごいでしょ、これすごい、素敵。金目もどき、うん、ほんと睡眠みたいな、はい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 、楽しそう。ガーデンイール、あ、チンアナゴのこと、うん、へー、ガーデンイール、普通チンアナゴって出るのにガーデンイールって言うんですよ、ベジータさん。こっちから海流が来てるから、こっちからプランクトンが来てる、あー、流れ的に。おお、当たった、ほら、うん、当たった、さすが水族館芸人。いやいやいや、違う違う、なんかもうちょいなんかさらっとするなよ。さすが。当たったって俺こっちのさ、同じ感じで来てくれよ。当たったって俺言ってんだからさ、さすがじゃないよ。さすが。担当がコロッとね、変わるんですよ。脳が今もキュッてなってんの、今も。脳がキュッてなってんの、今。いや、もうここに集中してんのか、ここで集中してんのか、よくわかんない。ほんとに。おやしおアイスボックス。こういうのさ、この名前を言われた時は結構ボケどころなんじゃないの。そうそうそう、ね、このアイスボックス言われた時にもう氷のアイスボックスしか思い浮かばない。アイスクリームのね、そう、アイスクリームの言ったところで、かき氷のね、ってなって。でも藤本もさ、さっきカツオとか普通に言ってたしさ、うん、とりあえず言っちゃえばいいんじゃないの。そうそう。言っちゃおう、これから。とりあえず言っちゃえばいいんじゃないの、うん、使うかどうか、あの番組側決めるから。アイスボックスのなんか CM ソングとか、キスが冷たいよとか、そんなんでしたっけ。いつもと違うよ、なんかそうだった気がする。そうそうそう、団子なんか吉本水族館でよく出てきたじゃん、団子ね、うん、そうそう、全然ね、もう忘れてましたよね。吉本水族館芸人、なめ団子、うん、
なんかドドリアっぽいからなんか言えばいいんじゃない、ドドリアさんですかとか言えばいいんじゃない。まあね。もうねその時はね、無無無無じゃダメなんだよ。無じゃダメなんだよ。貼ってないと。貼ってないとダメなんだよ。無でいるな。藤田さん詳しいな。大面だこ。田島くんのねドラゴンボール関係ないポケモンは田島くん言ってんじゃん、オーメン666ダミアンとかさ、へえ、ミニクリ、ああやっぱ知識あるね、作れるんですって、勉強になる。あ、いい質問ですね、そんな、ね、膨れてしまう魚をどうやってここに持ってきたのか、いい質問ですね、詳しいプロが運んでるってことですよね、もう。原魚。向こう側の人だ、魚が好きだからな、カメラ回ってないとこでもずっと、あ、いや本当に興味があるんだよ、すごくね、ありますけどね、こういう回廊洞穴、うん、なんだそれは、なんだそれは、凍結エビ。さあ残り時間もうあと2分ぐらいか、今のところメディカルマシン、メディカルマシン、こっからこっからです、寂しいわ、残り2分でこっから頑張れ頑張れフリーザ頑張れ頑張れフリーザ、おかけ氷かじか頑張れ、ボケろボケろ、森光子とか言え、いけいけいけ、え、突っ込むな突っ込むな、ボケろボケろ、突っ込むことしかできない、ボケろボケろ、突っ込むな、突っ込みは三浦くんやってくれるから、まあまあここはね、何ここは、そう、あまりこう情報としてこう、うん、あまりね、うん、死んだ魚があるみたいなことはあんまりね、なるほど、あ残り1分ぐらいじゃないですか、うん、もう1分でしょ、残り1分からここからここからですよ、田島さん、もう1分ないな、40秒ぐらいだな、残り40秒ぐらい、こっからです、こっから、もう飽きてクルクルすんじゃねえの、これもう動画に飽きてクルクルすんじゃないの、いやいやいや、何秒あんのかなって、あー時間よくなっちゃった、時間よくあー次回予告、さあどう使われている次回予告で、フリーズさんは膨
苦労ばっかり出てんじゃねえかよ、さっきからずっと。あ、手、手やったらいいとこ。いやいや、それは別にいいんだよ。拍手は別にいいんだよ。あー、なるほど。ありがとうございました。はい。あの、メディカルマシーン。メディカルマシーン。あれはやっぱ、来ましたね。大ヒットじゃないですか。大ヒットですね、メディカルマシーン。10分ちょいのね、はい、13分の動画なので、メディカルマシン一発だったらやっぱり、メディカルマシン一発、いやいや、一発だからいいんじゃないですか。頑張った、頑張った。メディカルマシン一発出したのよかったもん。自分で、そのオンエアを見るんですか。見えます、見ます。どうなんですか、その。喋ってねえなって思って。で、収録中も、うん、ああ終わったってなってるんですよ。なんか癖を見つけましたけど、うん、一発でバシンと突っ込んじゃないんですよ。なんとかじゃないですかみたいな、突っかかってから突っ込んでるんですよ、うん、そこがやっぱ歯切れが悪いかなと思って見てました。 ありがとうございます。なかなかね、こうスパッとこう一発で一言目で、はい、大事な言葉が出てくるような。いやでもこういうの大事ですよ。あとでも、突っ込まなくていいんですよ。突っ込まなくていい、うん、突っ込みは三浦くんやってくれるから、はいはい、ボケる子だけでいいんじゃないですか。それはある。それはあるそれはあるありますよね。それはね、アニソンディスコのメンバーという時だからよくボケる時もあるじゃないですか、バーって、まあね、ボケしかしない時あるじゃないですか、うんうん、あの感じがもうずっと出てればいいのに、ね、あの感じだね、うん、あの感情出していきましょう。でもメディカルマシンも良かったです。メディカルマシン。コメント欄にメディカルマシンだけ書いていただいて。メディカルマシンだけ書いてください。メディカルマシンが出たのは良かった。はい、ね。R 藤本が言ってましたけど、うん、番組オンエア中に、はい、発言がテロップになってるかどうかが大事だと。うん。フリさんは今回メディカルマシンぐらいしかテロップになってないんですよ。そうですね。うん、藤本はやっぱ、よく発言がテロップになってますし、はいはい、一番テロップになったのは飼育員。飼育員さん。飼育員さんも。飼育員の言葉が一番テロップになった。そりゃそうでしょ。何のこっちゃ分かんないでしょ、そしたら。マロニエでも面白いんで。いや、面白いですよ。ちょっとこれもう一本別にやっていきますか。うん。これは割と喋ってる方、自分の中では。喋ってますよ。いつも喋ってるって思ってますよ、私。全然喋ってない回もあるんですよね、きっとね。うん、いやそれなんかもう前回なんかやばいっすよ。この前の回、うん、アクアマリン福島編のその前の回、もう見れたもんじゃない。それをじゃあ次の回見てみましょう、うん、ってことでまた来週、はい、イエイ。ご視聴ありがとうございます、チャンネル登録、いいね、コメントなどどんどんお願いします。やらないと殺